古橋亨梧とってナムに移籍したらワンチャン得点を狙える説。以前古橋をブライトンに加入させ検証を行ったところ、コメント欄では視聴者様からの大ブーイングこそなかったものの、お優しい視聴者様から、次スパーズでお願いします、そこはスパーズやろ、え、スパーズやないの、という声を多くいただいた。いや、我々も思う、なんでトッテナムに入れなかったのか、だってその時はまだそんな情報なかったんだもん。ということで今回は皆様の声に応え、古橋亨梧スパーズ移籍の世界戦を見ていこうではないか。早速恩師ポステコグルー直々にお声がかかり、スパーズ入団が決定。いや誰、シーズンの始まりとともにデビューとなる古橋、対戦相手はウエストハム、絶対的エースケインの後釜として期待される古橋、このプレミアリーグでどんな活躍を見せてくれるのか。試合は21分、ウエストハムに中央を独走され失点、開幕戦で出花をくじかれるトッテナム。そんな中44分、バイタルで古橋にボールが渡り得点のチャンスが、倒されるが笛はならず、そのまま前半は1点ビハインドで終了。エンド変わり後半、反撃に出たいトッテナムだったが逆にしてやられる形となり、追加点を許してしまうと、そこからチームは崩れ立て続けに失点。試合終盤には古橋がケイン並みのポストプレーを見せ、そこからゴールが生まれるが時すでに遅く試合終了。開幕戦ではこれといった結果を残せず敗戦スタートとなってしまった。そんな中第2節のノッティンガム戦、古橋が鮮烈なホームデビューを飾る。後半は再三の決定機を決められない古橋、しかし後半ついにベールを脱ぐ、中央で受けた古橋の右足一閃、前が開くとすかさずゴールを狙い弾丸シュートを叩き込んだ。その後も古橋はプレミアのディフェンス陣と互角に渡り合う活躍を見せ、そのまま試合が終了。古橋のゴールが決勝点となりチームを勝利へ導いた。この勢いでゴールラッシュと行きたいところだったが、その後の試合ではケインの穴を埋める活躍どころか不用意なミスが目立ち、2試合連続のノーゴールでチームを2戦未勝利に終わる。そんな中第5節はブライトンと対戦、かつて古橋も所属した古巣っていうのは我々の動画の中の話だが、日本代表の三笘率いる強豪相手にどんな戦いをするのか。この試合先にチャンスを作ったのはトッテナム、クルゼフスキがカットインからゴールを狙うもキーパー正面。すると22分、今度はブライトンの攻撃、縦に速い攻撃に対応できず突破を許すとそのまま失点。早い時間帯での失点で苦しい展開に、前半はブライトンの1点リードで終える。そんな中エンド変わり後半、相手のクリアが中途半端になったところをペドロ・ポロが押し込み試合が振り出しに戻る。反撃態勢に入ったトッテナムはエース古橋にボールを集めチャンスを作るが、なかなか期待に応えられない古橋、今節も引き分けで終了か。誰もがそう思い出した試合終了間際、あの男がチームを救う、古橋だ。土壇場で劇的勝ち越しゴールを決めチームを勝利へ導いた古橋、この試合が古橋の覚醒のきっかけになってほしかったが、実際そう甘くないのがプレミアリーグ。チャンスはもらうが決定機を外し、なかなか結果を残すことができない古橋、チームも連敗でこの企画に暗雲がかかり始める。パッとしない内容となってしまっているが、ここらでシーズンをスキップし結果を見ていくことに。古橋は大エースハリー・ケインの後釜として結果を残すことはできたのか。まずはチーム順位から、現実同様8位とタイトルは愚か、 CL、BL 出場を逃す結果でサポーターの期待に応えられず。気になる古橋の個人成績は、リーグ戦13ゴールで得点ランキングにランクイン、シーズンを通して見ると20ゴールを超える活躍でチームのトップスコアラー、エースの地位を確立していた。チームとしては納得いかないシーズンとなってしまったが、それも仕方ないと思いきや、決勝トーナメントまで進んだチャンピオンズリーグで密かに準決勝進出を果たしていたトッテナム、しかもシティとのファーストレグを同点で終え迎えたセカンドレグ。試合は11分、開始早々の失点で
トッテナムは厳しい試合を強いられることとなる。それでも21分、今やチームのエースとなった古橋が持ち前の嗅覚を生かしシティゴールを脅かす。しかしゴールは遠い。そんなこんなで試合は進み、やはり今シーズントレブル達成のシティを崩すことはできないのか。誰もがそう感じ、諦めかけていた後半のアディショナルタイム、一人闘志を燃やし続けていた選手が古橋だ。残り時間数秒の土壇場で古橋がゴールをこじ開けた。決して諦めない執念が生んだゴール。このゴールで試合は振り出しになり、勝負は延長戦へ。しかしやはり今シーズンのシティに抜け目はなく、延長前半のこのゴールが決勝点となりタイムアップ。惜しくも決勝進出とはならなかったが、シティをあと一歩まで追い詰めたスパーズ。ちなみにチャンピオンズリーグのゴールランキングでは古橋が得点ランキング5位に輝く堂々の結果を残していた。ということで検証結果、もしかして古橋ケイン以上でした。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。